ずっと裸眼でコンタクト、人生初めてがこのシャリンガンだったんですよ。世の中のコンタクトユーザー全て尊敬しました。こんな異物を入れて歩いてるの尊敬しろ、もっと俺をもっと俺を尊敬しろ、ね、僕は視力矯正のためのコンタクトが入ってます色はついてないんですね。いいいいそうですね。でもやっぱりなんかその役作りの上で結構、まあ、あの全てずっとシャリンガンつけるわけじゃないんですけど、印象的な場面っていうところ、まあ、あの漫画でも本当にあるシーンとかを舞台でやってるので、そういうところは自分も一ナルトファンとしてやりたいなっていうところはつけてみようかな。今回はまあ全72巻という、長大な原作の中からえりすぐりというか、ここをやらねばなるまいという場面をえりすぐってやってきたので、本当に冗談抜きで、ノンストップで進んでいく、もう全場面が見どころな舞台になったと思います。普段歌舞伎でやる立ち回りももちろんあるんですけど、その中にももっともっと速いテンポの立ち回りで、今回は結構アクション部さんも何人も入ってくださっているので、その方たちと一緒になるんですサスケ、まあ、一緒に立ち回りするわけなんですけど、ちょっと歌舞伎ではなかなかないようなアクションになってる場面も結構多くありますね。でやはり僕ら歌舞伎俳優はどうしてもあの形一つ一つの形で立ち回りを見せるっていうものと、割とアクション部の方はその形見せる中にもリアルさが入ってたりとかするんで、そういうところの矯正、足が普通はこっちで行っちゃうんだけど、でもアクションマンはそうこの足はいかないとか、刀振るたびに足を引く動作を歌舞伎役者やるところも逆にそれは前に出すんだとか、そういうちょっとした細かいところから違うので、特に無意識になっちゃうと足間違えたとかなっちゃうんですけど、まあそういうところがすごい難しいですけども、ところになるんじゃないかなと。アクションシーンがなぜ見どころかというと、やっぱりナルトってバトル漫画なんですよ、原作が。でバトル漫画って何かって言ったら、ただバトルしてるっていうことではなくて、あの物語の進行にバトルが伴うっていうことなので、つまり戦いをすることによって、キャラクター同士がいろんな気持ちを交換し合ったりとか、その物語が前に進んでいくっていうのがバトル漫画だと思うので、ということは舞台化するにあたっても、そのアクションシーンっていうのがただ単にアクションシーンだったり立ち回りっていう、ことではなくて、その物語の進行上不可欠な場面である、つまり、立ち回りもその芝居の流れの中の一つであるっていうこと、がすごく大きくある作品になっているので、そういう意味でも見どころが、アクションシーンが大きな見どころの一つだっていうことは言えるとは思います。あのお兄さんと猿之助兄さんの被ってる頭とか、役の毛もあの、まあ、レンジ師とか獅子のもので使ってる毛を、まあ、いろいろ工夫を重ねてやったので、歌舞伎にあるものを結構使っているんですよね。お二人でそれぞれこだわりポイントみたいなのが違うところがありまして、あのダブルキャストでやっていますけども、立ち回りの手ですとか、あるいは、演出っていった部分もお二人で結構細々違うところがたくさんあるので、まあ、ぜひぜひあのお客様にもどちらのバージョンもいただきたいなと。同じセリフを言っているのにガラッと雰囲気が変わるんですよ。なので2回以上見に来てください。スピーディーかつ、濃密な、作品になっております。ナルトをご存知の方、ナルトを全くご存知ないという方、どちらにも楽しんでいただけるというのを目標に我々今日まで作ってまいりましたので、そしてそれが実を結んでいると思っております。ぜひぜひ新橋演舞場に足をお運びくださいますようお願い申し上げます。お願いします。4日から27日までね、暑いですけど ね舞台でちょっと水とか流れて結構涼しいシーンもありますからね、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。